シャトーランはフランス、ブルターニュ地域圏フィニステール県のコミューン。シャトーランはフィニステール県の中央に位置する。大沼川を船舶航行可能にした南トブレスト運河が市街を流れる。南のカンペール、北のブレストの間にある。西はメネゾム山がクロゾンの島々やドゥアルヌネ湾からシャトーランを隔てている。 大沼の現在の郵便局に相当するあたりには大規模な鮭漁場があり、年4000尾の漁獲があった。この漁場は11世紀の終わりに、ブルターニュコーコアラに4世からランデベネック修道院へ寄進された。17世紀、鮭は水車と共にフランス王に属していたが、債務解消のため4500リーブルで払い下げられている。はシャトーランの紋章にもされ、 シャトーラン住民はペンエオグというブルトン語のあだ名をつけられた。魚場は、運楽施策が行われた1816年に破壊された。ケルジャンの施設付き司祭職は、1130年にブルターニュへやってきたテンプル騎士団によって設置された。司祭はカンペールの騎士修道会に所属し、カンペールのものはさらに、フィエの施設付き主催職は、事前の家。 三ン,ン礼拝堂、その他一部資産からなっていた。巡礼者の受け入れが主な任務であり、貧者と病人にも門戸を開いていた。これが後のケルジャン村の起源となった。顔病回復に利益があるとして、洗礼者、ヨハネの加護を歌ったことにより、礼拝堂は重要な巡礼の地となった。洗礼者、ヨハネの祭日には、ディネオート3イコールクーリショー小教区の者のが、 京区の旗を先頭にケルジャンを訪れ、パルドン祭りに参加した。礼拝堂は、ゴシック様式で、交差牢とアプスを持ち、緑色の石が敷かれていた。付属の手牢には、金が一つある霧だった。17世紀半ばには礼拝堂は老朽化し、放棄された状態にあった。これはそれまでの1世紀以上の間、マルタ団の財力では施設保持がままならなかったためである。 施設付き資祭職とその資産は、シャトーランの終身助人資祭の所属となり、資産はシャトーランの資祭に予託された。1637年、ケルジャンの礼拝堂付き資祭は、資祭館を建設した。フランス革命時代、礼拝堂は火薬庫に使われ、後に国有財として売却された。1836年、礼拝堂は火事で焼き尽くされた。 焼け跡に残った石はペナラン村で住宅を建てるのに使われた。1850年代には、被災官は雑草に侵食された四方の壁を残すのみとなった。1840年、シャトーランは近接するコミューン、ポールロネの新設で領域を活上した。1864年、なんとカンペール・ランデルノーを通過する鉄道路線がシャトーランへ敷かれた。 この時期に、高架京都駅が建設された。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2007 年の、新学期、1.1%の児童が、ブルトンごとの二言語学校に在籍した。ありがとうございます。